ポンズの先導対策チェック、テスト走行、これぐらいが水平かなーてな。まあいいや、本日は寒くなっております。防寒対策しっかりして、ちょっと上向き、今度はね下の台座の方をこうやって回さないとならないんだ。浮いているような状態だから。カメラはスポンジで浮いているんだ。ポニョン。こういう微振はかなり防げてると思うんですね。どうだか分かんないけど、このケーブルが振動拾っちゃってるかもしれないね。それだと分からない。やっぱり振動ケーブルが招いてるって感じ。ケーブルなんとかなんねえかな。まあいいや、いっか。うん、あ、まだね、あ、また首が入る首が、ハンドルを今以上に切るとケーブルがぶつかっちゃうんだ、ロングスクリーンに。のんびり行きますよ。ボックスの中で何かがガリガリ言ってる、ビリ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 って言ってる。なんだろう、硬いものがね、振動でギリ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 っていっちゃう。なんだろう、なんだろう、なんでしょう、なんでしょう、変わりません。今みたいな大きな振動だとパコンってカメラがバックンって、カメラかっこいいっすよ。はい。